いや、もう、あの、本読みをね、一度、最初に、やらせていただいたのです、でそれが初対面だったんですけども。その、一発目から、いい感じでしたよね。なんか、こう。あ、なんか。ぴったりじゃん、俺たち、みたいな。<laughs> そんなに、感覚でした。<laughs> あ、で,でも、なんか。でも。嬉しいです。なんか、そう、あ、でも。んピッピッでも、デモが、また。 なんか初めてこす霞みたいな女の子の役を演じる、うん、でしかもセリフも多くてなんか題材もちょっとぼんやりしていて、うん、どうしたらいいのかなって思いつつのリハーサルの日だったのでなんかでも成田さんがそう思ってくれてたんだなって思うとちょっと安心。 楽しかったですね、本当になんか<お>結構長回しのところも多かったので、なんだかこう本当に2人で生きてるような感覚がありましたね僕は割とアクションする方でもリアクションの方が多かったので割とこと、ガンガンアクションを起こしてくれる霞を演じる清原さんを見て,てこて気持ちいいよくさせていただきました。<laughs> なんだかああ 清原さんは実際に撮影でいかがでした成田さんと共演してあのすごくこうな何をどの角度からどう入っても受け止めてくださる方だったので<あ>こう私もこれでいいのかなという不安を抱えつつやっちゃえというか <laughs> そこの域までいった時にはもう好き勝手やらせてもらってましたねあ好き勝手やっても全部がしっとこう受け止めてくれる感じだったいや